はい、じゅんたま癒しカウンセリングの心理カウンセラー、じゅんさんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は HSP さんがイライラする原因についてお話ししていきますね。あなたはいつもイライラして疲れてしまうなぁとそのように感じて悩んだことはありませんか？職場の人間関係がとても複雑でいつもイライラしてしまうなぁと感じていたりとか、他人と自分を比べがちになってしまってイライラして落ち込むことがよくあるなぁと感じていたりとか、生活環境から受ける刺激にとても敏感になっていてイライラしてしまうなぁと感じていたりとか、そのように些細なことにイライラして悩んでしまうということがあなたも一度はあったのではないでしょうか。 HSP さんとのカウンセリングの中でも相手のちょっとしたそういった仕草が気になってしまってイライラしてしまうんですよねと、そういったお声を聞いたりとか、あとは生活環境のその音とか匂いが妙に気になってしまってイライラして落ち着かないんですよねとか、そういったお悩みをよくお聞きしたりするんですね。HSP さんは一度に多くの情報を脳でキャッチしていると言われているんですよね。そのためその意識していない状況でも多くのストレスを一度に感じ取っていて、それがこうイライラにつながっていくというふうに考えられていたりするんですよね。でまたその人数の多い組織で働いている状況となったりすると、やはり日々のそのイライラ感に悩まされがちな人は多いかなと思うんですよね。イライラするとそのストレスが溜まっていって自分の本来持っているパフォーマンスが出せなくなって、集中力が続かない、疲れが取れないとか、そういった様々な問題が起きてきたりするんですよね。今回はそういった HSP さんがイライラする原因と HSP さんにおすすめなイライラ解消法についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。でこの HSP さんについては過去の動画でいくつかお話ししている動画もありますので、ぜひ気になった方はこちらも見ていただけると嬉しいです。で私は普段心理カウンセラーとしてオンラインを中心にカウンセリングをしている心理カウンセラーです。 YouTube では心理学的視点から日々の生活のお悩み解決法についてお話しさせていただいています。動画を見てよかったなと感じていただければ、いいねとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、まずはじめに HSP さんがイライラする原因心理についてお話ししていきますね。まず一つ目が、仕事の人間関係のストレスを溜め込んでしまうということがよくあるんですよね。日々感じる人間関係の刺激の多さが原因でストレスを感じてイライラしている原因になっていたりするんですよね。毎日必要以上なストレスが溜まってしまうと、イライラする必要のないところでさえ落ち着けなくなってしまうということもあったりするんですよね。こんな些細なことでイライラしてしまう、そういった自分が嫌いだなと感じていたりとか、もっと気楽にしていたいのに気になってしまってそれができないなと感じていたりとか、そのように相手の気分の変化とか対応が気になってしまうということでストレスを溜めてしまったりもするんですよね。自分の敏感気質に悩んでこう精神が追い込まれていって、自分のその視野が狭まってしまって余裕をなくしているためにイライラが強くなっていくということがあったりするんですよね。はい、次に HSP さんがイライラする原因心理2つ目としては、無意識に相手と自分を比較してしまうということがあるんですよね。職場とかでは様々なタイプの人に囲まれている状況があったりしますよね。そんな時 HSP さんはその周囲の人をよく観察しているので、ついその他人と自分を比較してしまうということがあったりするんですよね。私もですね、過去よくそのように相手と自分を比較して自分がどんどんこう落ち込んでしまったということがよくあったんですよね。意識していなくてもその同じ環境にいるとつい気になって、その相手と自分を比較してしまうということがよくあるんですよね。あの人は人前でうまく話ができているんだけども自分はできていないなと、そのように対比してこう悩んで落ち込んでしまったりとか、みんなは普通にこなせる仕事が自分はできていないんだなと、そのように対比して感じていたりとかですね、そのように相手のことをよくこう観察してですね、相手のできているところを把握しているということで自分のできていないところをこう比較してしまったりするんですよね。他人と自分を比較すると、その頭の中では相手 vs 自分といった、そういった対立構造になっていって、敵意を抱いてしまうということもあるんですよね。こんなことで相手と自分を比べるなんて、なんてダメな自分なんだなとか、そのように自分の感情に気づいたことによって葛藤を感じて、このイライラが込み上げてくるということもあったりするんですよね。はい、次に HSP さんがイライラする原因心理3つ目としては、敏感気質が影響してライフスタイルが乱れているといったことがあったりするんですよね。日々のストレスからその昼夜逆転になっていったりして、乱れた生活になっていくということで、またイライラにつながったりもするんですよね。特に多いお悩みが、睡眠が十分に取れていないんですよねと、そういったようなお悩みであったりとか、ストレスからこう休日休んでもうまく休むことができていないんですよねとか、そういったお悩み
みが多いんですよね。これらが直接的その HSP さんが感じるイライラの感情に関係するわけではなかったりするんですけども、自律神経が乱れてしまって、精神状態が不安定になっていくということがあるんですよね。イライラした気持ちをうまく外に発散するということができなくて、ライフスタイルが乱れてしまう、そういった HSP さんも多いんですよね。はい、次に HSP さんにおすすめなイライラ解消法についてお話ししていきますね。まず一つ目が、イライラする原因の人とか場所から離れるといったような方法です。これはよく聞く方法かもしれないんですけども、単純な方法だけに効果は強力なんですよね。 HSP さんはイライラする人のそばから離れることに苦手意識を持っていたりするんですよね。ここで自分が離れたら相手は変に思わないかなと、そのように感じてしまって、こう自分がですね、行動を取った後のことまでこう考えてしまうということがあったりするんですよね。離れたい相手から離れることができなくて、むしろそのそばに行ってしまうような行動をとってしまったという、そういった HSP さんのお話もよくお聞きしたりするんですね。ここでのポイントは、離れるための言葉を用意しておいてみてください。例えば、仕事が残っていますのでお先に失礼しますねと、その場を離れたりとか、ちょっと急な用事がありますのでと言ってみたりとか、あとは新たな勉強に今取り組んでますのでお先に失礼しますねとか、そのように3つほど考えておくといいと思います。最初は離れる勇気を持ちにくいかもしれませんが、少しずつ実践していくと慣れてくると思います。はい、次に HSP さんにおすすめなイライラ解消方法2つ目としては、6秒間心を落ち着かせる方法を試してみるといったような方法です。怒りのマネージメント、アンガーマネージメントでは6秒ルールというものがあって、このタイミングでピークに達して6秒後に収まっていくと言われているんですね。そのため6秒間心を落ち着かせる、そういった意識を持つとイライラを和らげていくということができるんですよね。例えば職場でそういったイライラがピークになったときは、まずは一人になれるような、そういった個室のトイレに行ったりとか、誰もいないベランダに出てこう目をつむって6秒を数えてみてください。 1,2,3,4,5,6、よし6秒経ったから戻ろうとか、そのようにしてみてください。心の中で自分に言い聞かせて、そのまた現場に戻るようにしてみてください。あらかじめ6秒ルールを実践できるようにしておくということで、イライラした時も安心できるんですよね。はい、次に HSP さんにおすすめなイライラ解消方法3つ目としては、イライラした時は深呼吸を繰り返すといったような方法です。イライラした後に強いストレスを感じる前に、まずは深呼吸を3回するようにしてみてください。先ほどお伝えした6秒ルールもとても効果的なんですけども、心を落ち着かせるその時間があるときは、何度も深呼吸を繰り返すということもおすすめなんですよね。呼吸は普段このように私たちは自然と意識しないで行っているんですけども、自分でこう意識してコントロールできるところでもあるんですね。深い深呼吸を3回してイライラの原因を遠ざけていくということもできるんですよね。体のその血液に酸素を送り込むということで、頭をリフレッシュさせて、そういった気分を切り替える効果も期待できるんですよね。はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は HSP さんがイライラする原因と、 HSP さんにおすすめなイライラ解消法についてお話しさせていただきました。 HSP さんは人の気持ちを察していたりとか、音とか光とか環境から感じる刺激を一度にキャッチしているということで、イライラしているということがあったりするんですよね。このイライラを全く感じることなく生活していくというのは難しいことかもしれません。しかし自分のその敏感気質がいつこう過剰に働いているのか、それを把握してそれに合った対策を実践するということで、この HSP 気質とうまく付き合っていくことができると思うんですよね。今回ご紹介させていただいたイライラする原因の、その人場所から離れてみたりとか、6秒間心を落ち着かせる方法を実践したりとか、深呼吸を繰り返す、そういった習慣を取り入れていって、イライラの予防とか解消を日頃から心がけて穏やかに過ごせるようにしてみてくださいね。はい、今回は HSP さんがイライラする原因と解決策についてお話しさせていただきました。今回も何か一つでもあなたにとって参考になったなとか、何か新しい気づきのきっかけになりそうだなとか、そういったところがあったらとても嬉しいなと思います。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。